俺今日帰んないわ。また最近仕事で泊まり多いね。残業代とかちゃんと出るにしても無理してない？ともきもパパに会いたがってるよ。最近全然会えてないし。そういうことじゃないから。今日っていうかもう帰らないから。は？どういうこと？出て行くってことだよ。もうその家には帰らない。いや、意味がわからないから分かるように話してくれる？帰ってこないってなんで？俺は真実の愛を見つけたんだ。は？だから彼女との愛を貫く。子供とお前には悪いけどもう会わない。そういうことでよろしく。いや、そんな簡単に行くわけないでしょ。浮気してたってこと？だとしたら慰謝料とか養育費とかそういうのもちゃんと考えてるんだよね。お前は本当に金のことしか考えられないんだな。俺が違う人を愛したのも当然だよ。金の亡者みたいなお前は愛せない。いや、何言ってるの？こっちは7歳の子供がいるんだよ。あんたがいなくなっても子供を育てていかなきゃいけない。そりゃお金に対して真剣になるでしょうが。子供を言い訳にするなよ。はぁ？お前に渡す金はない。これからの新生活に使うんだからな。仕事も辞めて新しいところで彼女と二人で一から出直すよ。明日から新しい自分デビューだ。何言ってるのかマジでわけわからん。仕事まで辞めるの？せっかく希望の役職につけたばかりなのに。愛の前ではそんなことどうでもいいんだよ。それじゃそういうことで。待って、相手は誰？私の知ってる人？せめてそれだけでも教えてよ。それくらいは教えてやってもいいかな。ともき、明日から担任の先生が来ないから落ち込むかもしれないし、慰めてやれよ。え、どういうこと？もしかしてあんたの相手ってともきの担任の鈴木先生？そうだ、若くて可愛いし驚いただろ。俺のこと初めて見た時から運命の相手だって分かったらしい。俺も分かったし、お互いに運命に気づいたんだ。いろいろありえないし気持ち悪すぎる。担任の先生と浮気って最低すぎるね。ドン引きだよ。何が運命？俺たちは出会うのが遅かっただけ。こんなに惹かれ合ってるんだから、きっと前世でも一緒だったに違いない。あんたってそんな痛いこと言うような人間だったっけ？愛は人を変えるってことだよな。それじゃ直樹、あんたは自分の可愛い息子よりその息子の担任を取るんだね。息子にはもう二度と会えないんだって分かってる？分かってるよ。俺は彼女と新しい家庭を築くんだ。離婚届は後から送るから達者でな。養育費も払わないんだったら本当に友樹には二度と会えないよ。それでもいいの？一時の感情に惑わされてるだけだったら今ならまだ許してあげるよ。悪いこと言わないからやめておいたら？この愛を止められる人間は誰もいない。お前との結婚は間違いだったんだ。そこまで言うんだね。分かった。もうこれ以上私に言えることはないわ。さようなら、クズ旦那。二度と私の前に現れないでね。元気にしてるか？はい。え、急に何？直樹だよね。そうだよ。優子の旦那だよ。いや、待って、気持ち悪い。旦那じゃないし。3年前に息子の担任と駆け落ちした元夫でしょうが。そんなこともあったな。もう昔のことだからよく覚えてないけど。は？私はかなり鮮明に覚えてますけど。優子は昔から記憶力が良かったもんな。何思い出話できると思ってるの？こっちには話すことないんだけど。そうだな、直接話した方がいいよな。え？これから帰るから。今日の夜にはまた家族3人で過ごせるよ。本当に何言ってるの？私に理解できる言葉喋ってくれる？俺から帰ってやるって言ってるんだよ。嬉しいだろ？優子が俺のことをずっと待ってたのは知ってるから。ともきにもパパがこれから帰るぞーって言っとけ。いや、突然帰る宣言されても意味がわからないし、急になんでそんなことを言い出したわけ？自分が3年前にしたことすっかり忘れたってこと？この3年でいろいろ状況が変わったんだよ。息子に会いたいし、また3人で暮らそう。急すぎるんですが、直樹、ご両親に借金は返したの？借金？何のことだ？あんたのご両親はあんたの代わりに会社に賠償金と私たち親子に慰謝料を払ってくれた。あんたが返すべきなんじゃないの？そういえばそんな連絡も来てたような気がするけど、すっかり忘れてたわ。え？それって忘れられるようなことなの？かなりの大金だったと思うよ。会社も急にいなくなってデータの引き継ぎもされてなくて、かなりの損害を出して損害賠償を請求されたんだから。へえ、なんだか大変そうだな。大変そうって、
他人事じゃないのよ。自分のことだって分かってる？そうだな。落ち着いたら返していくよ。今はまず家族での時間が必要だ。家族って？お前たちのことに決まってるだろ。私たちのこと捨てたのはそちらでは？今さら家族って言われても。とりあえずあと1時間くらいで着くから。え、本当に着くって家に？そうだよ。ゆうこの作った飯を食べるのが楽しみだな。わかった。1時間後だね。準備しておくよ。最寄り駅で待ってて。お、確かに家までは駅から結構あるしな。迎えに来るなんて気が利くな。じゃあ待ってるわ。うん、楽しみにしてて。着いたけどまだか？その前に私たちに何か言うことないの？は？まだ謝罪されてないんだけど、私たちに対して謝罪の気持ちとかはないの？なんだよ、まだその話か？過去のことなんて気にしないのが一番だぞ。それを言っていいのは何かをされた側だけだから、謝る気はないってこと？わかったよ、仕方ないな。3年前息子の担任と駆け落ちしたのは悪かったよ。息子にも会いたいし帰るから飯と風呂用意しとけ。私も息子も海外だけど。え？謝ったところで人生は思い通りに進まないから。あんたの望み通りになんて何も進まないよ。謝らせたのはさすがにムカついたから。駅まで来たのはご苦労様だけど、もうそこに私たちはいないから。一体何を言ってるんだ？迎えに来るんじゃなかったのかよ。迎えに行ってるはずだよ。ちょっと距離があるからまだ間に合ってないかもだけど。え？何言ってるんだ？ご両親があんたを確保しに行ってますよ。は？私が迎えに行くわけないでしょうが。あんな捨て方しておいて、戻りたくなったら戻れると思ってる時点でありえないよ。それに私も息子も海外にいるから、あんたと会うことは二度とないだろうね。海外？何言ってるんだよ。海外旅行にでも行ってるってことか？そんな余裕あるなら俺を養え。意味がわからないけど、相変わらず最低発言だね。少しあった罪悪感が消え去ったわ。さっさとご両親に捕まってブラック工場で働け。それでご両親に早く借金を返済できるといいね。何言ってんだよ。そんなところで働くわけないだろ。こっちは車椅子なんだぞ。え？だからお前のところに帰ってきてやったのに、海外旅行なんて勝手なことしやがって。タクシーで家に向かうから、タクシー代もちゃんと出せよ。いや、だからもう海外に住んでるんだって、旅行じゃなくて。え？だから家はもう更地になってるよ。日本を離れた時に売ったから。売っただと？何言ってるんだ。俺たちの家を売ったのか？なんでたった3年が待てなかったんだよ。は？なんで私が待たなきゃいけなかったの？自分が駆け落ちしたってこと、記憶から抹消したの？都合の悪い記憶は全て消そうってこと？確かにそうなんだけど、だからってなんで海外に？再婚相手が外国人だからだけど。え？再婚？再婚までしてたのか？ゆうこ、お前だけは俺に対して一途だと思ってたのに、見損なったよ。お前も所詮そういうただの女だったんだな。はあ？こっちはもう3年前に離婚してるんですけど。一途って浮気して駆け落ちしたクズ男に言われたくないんだけど。だけど離婚しても思い続けてくれてるかと。勝手な幻想を抱かないでくれる？で、車椅子って何？それは初耳なんだけど。全てはあの女のせいなんだよ。あの女のせいで人生がめちゃくちゃになった。あの女って担任だった鈴木先生？愛を見つけたとか言って浮かれて駆け落ちしてたじゃん。二人で逃げて田舎で新生活を始めた時は楽しかったんだ。それまでの貯金はあったし、そこそこな暮らしができて、全てうまくいくと思ってたのに、結局すぐ別の男に走ったんだよ、あの女が。それで俺を捨てて逃げようとしたから、相手の男と修羅場になって大怪我をした。その結果、一生車椅子生活ってわけだよ。なのにあの女が逃げたまま戻ってこない。絶対に許せない。え、それって完全に自業自得だよね。は？なんだって？この話をちゃんと聞いてたのか？自業自得なんかじゃない、完全にあの女のせいだろ。その女と最初に駆け落ちをしたのは自分でしょ？元嫁と息子にお金も残さず、周りに迷惑かけて、勝手に何も解決せずに逃げたツケが回ってきたんだよ。その人生を選んだのは自分の選択なんだから。それはそうかもしれないけど、俺を置いて逃げたんだぞ。俺は歩けなくなったのに。ま、悪いことをしても幸せになれないってことだよ。きっとその女も、
どこかで不幸に見舞われてるよ。私は今幸せだし、これからもいいことしかするつもりないけどね。おい、両親がいるんだけど、本当に呼んだのか？直樹もここでちゃんとご両親に謝罪して、借金を返して心を入れ替えて生きるようにすれば、何かいいことが起こるんじゃないかな。そうしたらお前たちは戻ってきてくれるのか？家族に会いたいんだ！またやり直したい。それは無理だよ。私たちはもう新しい家族として幸せに暮らしてるから。それじゃ、直樹も直樹で頑張って。これで教訓になったんじゃない？幸せになるには、いいことをしたらいいよ。待ってくれ、優子！見捨てないで！じゃあね。もう二度と会わないと思うけど。幸せになってね。結局、直樹さんは待ち伏せしていたご両親に見つかり、確保されてそのまま実家へ強制連行されてしまったようです。車椅子になっていたことも慰めてもらうことはできず、肩代わりしていた慰謝料を全額請求され、強制的に工場での労働を強いられることになったんだとか。直樹さんは優子さんと息子さんと再び家族として生活できることを夢見ていたそうですが、優子さんはとっくに新しい家族と幸せな生活をしていたことを知り大激沈。自分に残された道は両親に借金を返済するために毎日あくせく働くことだけだったとやっと理解したようです。悪いことをすると幸せにはなれないのだと早く気づくべきだったのかもしれませんね。今後直樹さんが幸せになれる日は果たして来るのでしょうか。楽しみですね。大工ごときのお前とうちの娘が結婚、笑わせるな。っていうかお前はいくつだ。今年で29になります。はあ、そんなおっさんなのか。そもそも娘はまだ未成年なんだぞ。19歳の娘と29歳のお前が結婚、これは犯罪だろ。この1年間真剣にお付き合いをしてきました。来月の彼女の20歳の誕生日に籍を入れたいと思っています。絶対に認めるか。あの子は俺に親孝行してくれる予定の大事な一人娘だ。貧乏&将来性のないお前なんかに渡すわけないだろ。彼女のことはきっと幸せにします。お金のこともどうか心配しないでください。黙れこの変態。自分の人生の心配をしてろ。19歳の世間知らずの娘を騙して結婚だなんて恥を知る。自分諦めませんから。お父さんに認めてもらうまで何度でもご挨拶に来ます。もう来るな。クズと話すことは何もない。何度挨拶に来ようが結婚は絶対に認めない。彼女のお父さんへの挨拶、玉砕だった。彼女はなんて？友達との戦略があるからって挨拶は俺一人で行ったよ。はあ？そんなのってある？多分お父さんにめちゃくちゃ反対されることを分かってたんだよ。だからその場にいられなかったんじゃないかな。ヒロト、あんたお人よしすぎ。あんたとは幼馴染の仲だからはっきり言わせてもらうけど、こんな大事な時に自分だけ逃げるような女、結婚する価値ないよ。本当に向こうもヒロトと結婚したがってるの？もちろん、プロポーズに OK してくれたんだから。それに彼女はまだ19歳なんだ。こういうことは全部俺が片付けてやるべきだろ。ヒロトがそれでいいって言うなら何も言わないけど、本当にそれでいいの？お父さんが反対するのも当然だよ。まだ未成年の娘が10歳年上の男と結婚しようって言うんだから。まあそれはそうかもだけど、ミサならわかるだろ、俺がどんだけ家庭に憧れてるか。もちろん。ミサが結婚して家庭を手に入れた時、本当に羨ましかったよ。俺も理想の家庭を作りたいって強く思ったんだ。だから必死に働いてきたんでしょ。家族が心配なく暮らせる家庭を作れるようにって。そうだよ。この年になってやっと形になったんだ。アキコっていう可愛い彼女にも出会えた。あとはお父さんの許しが出れば俺もやっと幸せになれるんだ。じゃあ頑張ってお父さんを説得するしかないね。親に捨てられて養護施設で育った私たちでも幸せな家庭を手に入れられるってこと、ヒロトにも実感してほしい。応援するよ。ミサ、ありがとう。お前の家、近所のボロアパートだったんだな。車を置いて出かけていたのが運の尽きだな。はい。
お前の車は俺がボコボコにしてやったぞ。結婚は認めないと言ったのに娘と付き合ってた罰だ。とっくに別れてますけど。え、アキコさん、今は彼氏と旅行中ですよね。新しい彼氏？友達との旅行じゃないのか？俺は何も聞いてない。言えないでしょうね。相手が売れないバンドマンなんですから。なんだって？しかもアキコさんのバイト代で生活しているそうです。そんな紐みたいな男と？いや、ありえない。あからさまな嘘に騙されるもんか。 SNS にバンバン投稿してます。ご自分の目で確かめてください。フルネームと誕生日の検索ですぐに見つけられると思います。本当にアキコがこの紫頭の男とこんなにイチャイチャ。顔中ピアスだらけじゃないか。この彼と自分とずっと二股していたそうです。でも結局彼女が選んだのはバンドマンの彼でした。彼に尽くしてまで一緒にいたいと言うんです。プロポーズを受けたのは喧嘩した彼への腹いせだったとか。もう自分の出る幕じゃないなと思ってすぐに別れました。そんな。なのにいきなり車を壊すなんてあんまりです。とにかく車を壊したんですから弁償してくださいね。あの車1000万です。そんな。夜になってから壊しに行ったから車種も何もわからなかったけど、高級車だったのかよ。はい。嘘つけ。大工なんかにそんな車が買えるはずないだろ。買えました。あんなボロアパートに住んでるくせに何が高級車だよ。あの家は他の従業員の家です。俺の家だと勘違いされたようですね。だとしても1000万はおかしいだろ。腹いせにぼったくる気だな。そんな詐欺に引っかかるもんか。詐欺じゃありません。弁償お願いします。うるさい。え？ごちゃごちゃうるさいんだよ、この部外者が。アキコのこと守れもしなかったクズ野郎が、なんであんなピアス男に取られてるんだよ。お前の責任だろうが。そんな無茶苦茶な。いや、この責任はお前にある。俺は娘をこんな男に奪われて傷つけられた。俺の心を壊されたからお前の車も壊した。これでトントンだ。娘とは別れたんだろ。完全な部外者なんだ。もう二度と連絡してくるな。分かったか。ヒロト、車大丈夫？今レッカーで運んでもらったけどダメだね。廃棄になるらしい。バッチリ相手からぶんどってやるから安心してね。私施設育ちでバカにされたくなくて必死に勉強したよ。それはこんな時家族や友人の一番の味方になりたかったからだよ。ミサは本当にすごいよ。奨学金で法学部入ってそのまま弁護士になるんだもんな。家庭も持って家庭と仕事の両立さすがだよ。さすが俺の唯一の家族であり尊敬できる姉ちゃんだ。ヒロトは私の弟だよ。大事な弟が家族を持つことを夢見ただけなのにこんな結果にするクズ親子が絶対に許せない。俺の見る目がなかったのが悪かったんだよ。そんなことない。こんなにも真面目で純粋なヒロトを追い詰めるやつが絶対に悪い。私がきっちり制裁してあげるから安心して。ありがとう。昨日は悪かった。この通り謝るから許してくれ。請求書届きました？もういいですから今後の手続きをお願いします。こちらとしてもこの話を長引かせたくないので。ありがとう。じゃあうちの娘と一緒になるってことでいいかな？はい。俺はもう反対なんてしない。堂々と結婚してくれ。は？ヒロト君がどれだけ素晴らしい男かやっとわかったんだ。いきなり何ですか？ヒロト君も水臭いじゃないか。君の弁護士さんに聞いたよ。かなり大きな建設会社を経営しているそうじゃないか。大工なんて言うからただの雇われ作業員だと思ったよ。1000万の車を持っていたことも納得だ。自分は大工上がりですので今でも大工だと思ってます。何も知らなかった愚かな俺を許してくれ。寛大な心を持ったヒロト君のことだ。許してくれるよな？もう過ぎたことです。許してくれるのか？ヒロト君は最高の息子だな。待ってください。息子って何ですか？俺はアキコさんとよりを戻す気はありません。え、じゃあ車の弁償もきっちりもらうに決まってるじゃないですか。お前まさか金欲しさにアキコを捨てるっていうのか？何を言ってるんですか。あなたこそお金欲しさに娘を売ろうとしてませんか？そんなことはない。ちなみに俺を先に捨てたのはアキコさんです。いやだって納得できないだろ。1000万の弁償なんて。
何の納得が必要なんですか。バット振り回して素手で壊した張本人が。こんなに謝ったのに車の弁償をさせるつもりなのか。当たり前です。どうしても払わないなら法に訴えるまでです。じゃあ後で弁護士から連絡が行くと思うのでよろしくお願いします。ま、待ってくれ、まだ話は終わってない。お久しぶりです。戸田博人さんの弁護人、坂口美沙です。弁護士さん、聞いてくださいよ。博人くんと連絡がつかなくなって困ってました。私が代理で話を聞きます。俺ははめられたんです。哀れな男なんです。はい。戸田さんの車を壊してしまったのは事故なんです。それに俺も戸田さん自身に俺も傷つけられてることも事実です。なのに訴えるとかおかしいんですよ彼は。はあ。弁護士さんは弱い者の味方ですよね。俺は社長でも何でもない一般サラリーマンです。社長の立場より弱い俺を守ってくれますよね。さっきからあなたは何を言ってるんですか。そもそも法律は弱い者の味方じゃありませんよ。証拠がある方の味方です。それにあなた全然弱くないですよね。あれだけひどいことを言い、車を破壊する行為、 LINE やドライブレコーダーの記録など全て証拠があります。これだけでもかなり凶悪犯ですからね。もう諦めて罰せられるしかありませんので覚悟してください。そんな。ちなみにもう一台分の車の弁償もお願いします。は？娘さんは戸田さんがもう一台所有する車を勝手に持ち出しています。旅行先でぶつけて廃車になったそうなので、そちらの弁償も発生します。娘の事故？そんなもんまでなんで俺が。あきこさんは19歳、まだ未成年です。あなた過去に彼女の飛行を黙認していた時がありましたよね。なんでそれは。再三の注意、指導した経歴がありました。過去のことと今回のこと、親には監督義務違反があったとされ、弁償は親の責任になります。嘘だろ、なんでそんなことに。これが法律です。それからあなたの会社にも連絡させていただきました。おそらくどんなに多めに見ても解雇は免れないでしょうね。あなたがしたことは器物破損、刑事事件になりますから。そんな、待ってください。ひろとくんと話をさせてください。無理ですよ、彼が完全に拒否しています。クズと話すことは何もないそうです。その後アキコは旅先でバンドマンと喧嘩別れしたそうです。彼のために借金までしていたそうですが、頼みの親は警察に連行され、会社も解雇、弁償金2000万に。母は夫と娘の愚行に呆れて家を出て行ってしまったようで、最終的には家を売ることになったとか。それでも弁償金と借金は残ったため、父と娘はボロアパートに住み、返済のためバイトを掛け持ちしているそうです。あのままヒロトとの結婚を認めていればこんなことにはならなかったかも。紙一重で転落人生になりましたね。悪いことはできないものです。ちょっと今日のお弁当は一体何？私しばらくダイエットしたいからお肉はやめてって散々お願いしたのに、どうして入れてるのよ。でもみちはとんかつ好きだろ。それに野菜も入ってるんだし、多少なら食べても平気っていうか、みちはダイエットなんかしなくても十分細いから大丈夫だって。うるさい、私が痩せるって言ったら痩せるの。私に逆らうなんてハルトのくせに生意気よ。夫婦なんだから生意気とか言うなよ。ハルトがどうしてもって言うから結婚してあげたんだし、離婚されたくなかったら私の言うこと聞きなさい。おいおい、たかが弁当一つで離婚なんて大げさな。そこまで言うなら自分で作れよ。家事は家にいるハルトの仕事でしょ。在宅ワークなんて大して儲からないくせに、せめて家事くらい完璧にこなすべきよ。いや、普通のサラリーマンくらいは稼いでるぞ。それくらい当たり前、男ならもっと稼いで。むちゃくちゃだな。今日も胃が痛いです。俺はハルト、在宅でデザイナーをしている兼業主婦です。妻のミチとは結婚して約半年が経ちますが、結婚前には可愛く見えていたわがままな性格に最近少々困らされているんです。翌日。ありえない、あんたアホなの。あ、何をそんなに怒ってるの。今日のお弁当よ、ほうれん草とアスパラと小松菜と水菜だけなんて、こんなんでご飯食べられないじゃないの。肉を入れるのって言ったから、だからって
お弁当箱全部緑にするのあたおかって言われてもな、トマトも人参もパプリカも嫌いだろ。じゃあウィンナーでもハムでも入れればいいじゃん。私がどんなにお弁当を楽しみにしてるか知らないの？初耳だな。そんなに楽しみにしてくれてるんだ。分かった、じゃあ明日は卵満載弁当にするよ。白と黄色ならカラフルでいいだろ。そうじゃなくて、野菜でもいいけどもっと満足させて。お肉を食べた時のように感動したいの。え？肉の感動を野菜に求められてもな。じゃあ大豆肉でも使おうか。そんな加工肉気持ち悪くてやだ。わがままだな。毎日疲れるよ。じゃあ明日から外食すれば。もう疲れたよ。外食なんてもったいない。お弁当くらい作りなさいよ。じゃなきゃ離婚よ。リビングの引き出しに入っている離婚届、いつ提出してもいいんだからね。また離婚の話かよ。あのさ、縁あって結婚したんだ。結婚って俺たち当人同士の問題じゃないだろう。いつも言ってるけど、簡単に離婚なんて言わないでくれ。じゃあ春とか私を満足させなさいよ。歩み寄ってくれないと無理だよ。なんか疲れた。近頃特に未知がわがままで頭が痛くなることが多いよ。妻のわがままは会社勤めのストレスだと理解はしているんです。だけど俺も人間、疲れもするので休日の家事は二人でしようと提案しました。そうすることで家事の大変さを知り、少しは感謝してくれるかなと思ったのですが、しかしこれは逆効果。妻のわがままはお弁当にとどまらず、どんどんエスカレートしていきました。今日は同僚と飲みに行ってくるわ。え、ずいぶん特急だな。もうご飯の準備したのに。明日気が向いたら食べるわよ。それより今月ちょっとお小遣いピンチだから、ハルトのクレカ借りちゃったからね。あ、俺のクレカ使うなとは言わないけど、勝手に持ち出すなよ。っていうか、いつまで盗んだんだ。ハルトが大いびっかいて寝てたから、こっそり奪った。私って藤子ちゃんみたいでしょ。いやいや悪いけど全然似てないし。いくら使うつもりだよ。3万は軽く使うかな。あ、3万、飲みに行くだけで3万も使うのか。明らか在宅ワーカーハルトにはわからないでしょうけど、会社勤めには付き合いってものがあるのよ。それなら自分のクレカを使えばいいじゃないか。私のは限度額いっぱい使ってるから無理。夫婦なんだからどっちが使っても同じでしょ。いや、二人の食事は使用するものにならいいけど、明らかに未知の遊びのお金じゃないか。うるさいな。たかはカード1枚くらいで小さい男。男なんだから、ズラが遊ぶお金くらいポーンと出しなさいよ。どうしても嫌と言うなら、離婚するけどいいの？たかが3万で離婚なんて冗談じゃない。でしょ？そう思うのならケチケチしないで。私の分のご飯も食べていいからさ。それに、今更ゴタゴタ言ってももう遅いから。どういう意味だ？言ってなかったけど、ハルトのクレカで車買ったから。は？車だと？うん。お客さんの中にディーラーの営業マンがいてね、うちの商品を買ってもらうのと聞こえに高級車買っちゃった。買っちゃったじゃねえよ。車なんて衝動買いしていいもんじゃないからな。プリプリ怒んないでよ。だいたいさ、カードがないことに気がつかないハルトも悪いってことで。今週末に納車だから、よろぴこりん？はぁ？マジでいつから盗んでたんだよ。3ヶ月くらい前からかな。ずっと気がつかないなんて、ハルトってば、おまぬけさ。車ならすでにあるのに最低だ。クーリングをしろ。やだよ。今や車は軽だからかっこ悪いもんね。公共交通機関に不自由もしないのに、軽だからって理由で2台目なんて散財しすぎだぞ。よく考えろ。維持費も2倍になるんだぞ。駐車場代、ガソリン代、税金、メンテナンス費用、すぐに思い当たるだけでも大出費だ。何を言っても無駄。もう買っちゃってもね、手遅れだよ。軽なんかより大きい方が乗り心地最高なんだし、もういい加減に諦めなさいって。人のカードで高額な買い物をされて諦められるかよ。支払いはハルトのカードでも、私も生活費立てるんだし、文句言わないで。嫌なら離婚だよ。離婚。毎日家でグータラしてるハルトと違って、私はストレスが溜まってんな。じゃあ仕事なんてやめればいいだろう。嫌よ。ハルトみたいに一個盛りなんてまっぴらごめん。それに仕事辞めたら稼ぎがなくなるでしょ。贅沢しなきゃ俺の給料だけで食えるよ。
私は贅沢がしたい。みじめな生活は嫌だし、毎日いろんな人と話をしたいの。ハルタと二人きりの生活なんてゾッとするわよ。俺だってお前みたいなわがまま女と24時間一緒にいるのはごめんだが、あーもうごちゃごちゃうるさい。そんなに言うなら本当に離婚しましょう。家にある離婚届に署名捺印しておいて。本当にいいのか？もちろん、ハルタのめめしさうんざりだわ。でもまあ離婚してくれと言うなら考えてあげる。私のすることに一切口出ししないで。なんだか疲れてきました。いくら夫婦でもお金のやり取りはクリーンにしたい。俺の考えは間違っているのでしょうか？そう思った俺はある行動に出ました。約2時間後。ちょっとこのカード使えないんだけど。もう停止したからな。なんで？これじゃお会計できないじゃないの。一緒に行ってるやつに支払ってもらえば。あのさ、カード会社が限度額を決めてる意味知ってるか？何よ。限度額というのは支払い能力のことなんだ。つまりこの人はこの金額しか返済能力はない、そういう考えのもと限度額は決められてるんだ。ハルトが支払ってくれればいいじゃないの。冗談。生活費もろくに支払わない、お前の遊び金を支払うなんてどんな罰ゲームだよ。でも本当に困ってるんだってば。今ね、お会計でカードを出して使えなくて現金を持ってないから焦ってるの。ハルトは愛する妻が無銭飲食で捕まってもいいの？どうぞどうぞ。悪いことしたら反省しなきゃだもんな。そんな冗談じゃない、助けてよ。今すぐお金を持ってきて。あー、どこにいるんだ？駅前のレストラン、サロンドビバーチャよ。じゃあ一つ条件がある。何よ、助けてくれるなら何だって聞くわよ。そこで今からもう3万円分食事しろ。は？お腹いっぱいなんだけど。飲みならいけない。警察行くんだな。そんな無茶な、私たち夫婦じゃないの。夫婦じゃないさ。え？やだ、何言ってんの。ついさっき離婚届提出してきたよ。は？何勝手なことしてんのよ。だって嫌なら離婚って言ったのお前だろ。あんなのただの脅しじゃないの。ほんと言い出しちゃう。アトウカどこにいるのよ。おっ、ほらアトウカくん。なんちゃってキー、腹が立つ。ところで追加の3万円分注文したか？本当に食べたら助けてくれるんだね。おう、約束するさ。さあ頼め、たっぷり食えよ。今から家を出るから。そうだな、22時には着く。お残しは広島編で。わかった、食べるわよ。だから絶対に来てね。30分後。あんた騙したわね。あ、何のことだ。ふざけないで、どうしてうちの親が来たのよ。俺がお願いしたからに決まってるだろ。私はできるハルトが来ると思ってたのに、しかも中古もかからず来ちゃってさ。一人じゃ3万円分も食べきれないから、それまで一緒にいた浮気相手に手伝わせてたってか。浮気相手って何のこと。俺カードの詳しい明細見てみたんだよ。これはもちろんだけど、それまでに何度も使われてて、しかもよくわからない店名ばかり。ググってみたらラブホテルの亀だったんだ。カード請求で理由がバレないようにしてるんだろうけど、今の世の中調べたら何でも出てくるんだよ。やだ、そこまで調べるなんてキモいんだけど。夫がいる身で他の男に抱かれる女のキモさよりマシ。追加で3万円分食べろって言ったのも、22時に到着予告したのも全部計算済み。お前と浮気相手を捕まえようと思ったからなんだよ。汚い、ハルトは際の男だったはずでしょ。確かに今までの俺は未知の自由奔放さが好きだった。でもな、さすがに我慢の限界だ。毎日毎日離婚離婚と脅されて、しかも強気なくせに人の金で浮気だと。遊ぶならてめえの解消で仕上がれっつの。ごめん、謝るから許して。うちの両親超怒っちゃって怖いんだってば。浮気相手をおとみにしてトイレに逃げてるくせに。なんでそこまで知ってんのよ。お母さんが逐一報告してくれているからだよ。なんで、普通なら娘の私をかばうはずなのに。それだけ未知のやってることが常識外れだってことだ。でもさ、よく考えてみて。ハルトはしがない在宅ワーカーだし、私の稼いがないと暮らしていけないでしょ。別に、ロッドで年収1200万あるし。うっそ、ほんと。言っただろ、サラリーマンくらいは稼いでるって。言ってたけど、過小評価でしょ。1200万なんて私の3倍も稼いでる。お前さ、人のクレカ使いまくってて、限度額に達しないことに気がつかなかったわけ？500万の高級車まで買えてラッキーと思ってた。アホ以外の形容詞が思い浮かばない。
言っとくけど車はキャンセルしたからな。はあ、キャンセルなんてできるはずがない。よくわかんないけど自分から買ったものだから車はクーリングオフできるはずよ。だって未知のカードじゃないからな。不正利用はキャンセルできるんだってさ。夫婦なのにひどい。夫婦間でも超えちゃいけない壁がある。刑事罰には問えないけど民事では訴えることができる。浮気の慰謝料と合わせて使い込んだカードの代金たっぷり請求してやるから覚悟しろ。なほんなめ。やだやだ、そんなにたくさん支払えないって。ねえお願い、これからお弁当に文句も言わないし、なんだったら家事も私が全部する。二度と離婚を脅しなんて使わないから離婚撤回して。無理ならもう一回結婚しましょう。そうだな、縁あって結婚したんだもんな。みちは大事にしてくれなかったけど両親はいい人たちだし俺の親も心配さったくない。やっぱり俺たち二人で仲良くするのが親孝行だよな。ハルト、怒ってくれて嬉しい。私これからはハルトに尽くす妻になるわ。ハルト最高、ハルトしか勝った。みち愛してる。なんて言うわけねえだろこのバーカ。結婚っていうのはな、紙切れ一枚の儀式じゃねえんだ。毎日お互いを思い合うことで絆を強くし幸せを高めてく、そういうものなんだよ。うん、わかりました。海より深く安静しています。てめえの反省なんて軽すぎて聞けるわけねえだろうが。毎朝毎朝てめえの要望を取り入れて作った弁当に文句ばっかり言いやがって。これからは言いません。草でも何でも美味しくいただきます。うっせえ、弁当くらいのことなら我慢できたけどさすがによそで浮気したことだけはどうしても許せねえんだよ。それは本当にごめんなさい。ハルトが怒らないから退屈でつい。退屈だったら浮気してもいいのか、人のカードで散財してもいいのか、違うだろうが。はい。いいか、これからてめえに待っているのは地獄の日々だ。しっかり反省して迷惑をかけた人たちに心から謝りやがれ。わかったか、こんな女。はい、反省します。お金も頑張って返します。だから私ともう一度だけチャンスを。やるわけねえだろ。俺はお前の人生からフェードアウトする。お前がどうなると知ったこっちゃね。後悔するならあの世行きの船でするんだな。それじゃあアディオース。やだやだ、待って、ってば。リアル風と共に去りるは嫌だってば。義堂氏に引きずられレストランは出られたものの、真っ黒な車に浮気相手ともども乗せられたそう。義堂氏曰く慰謝料やその他もろもろの借金もあるので思い切って海外で働かせるとのこと。どんな仕事内容なのかは怖くて聞きませんでしたが、数十年は帰国できないそうです。少しでも敬ってくれさえすれば俺は浮気に気づかず平和に暮らしていたのに、哀れな転落人生って感じですね。俺は誰が相手でも感謝の心を持ち続けようと思います。噂では船に乗せられたとか地下でトンネルを掘ってるなどを聞きましたが、知ったこっちゃありません。結婚生活は思い思われ成り立つもの。誰かに影響されるのではなく自分で気づけるまで日の目を見ることはなさそうですね。私はというと好きな仕事をしながらのんびりと暮らしています。ママ友いじめなんて最低。こんなことする人間が母親だなんて信じられないんだけど。はい、あんたが主犯なのは分かってるんだから、この昭和ボスママ。何の話だかさっぱり、きちんと順を追って説明してくれない？幼稚園のママ友同士で定期的にランチ会をあんたが開催してるでしょ。それがどうしたのよ。先月から急に私だけ誘われなくなったの。一体どういうつもり？まさかそれを仲間外れだなんて言ってるわけじゃないわよね。前回参加したのに次は誘わないとか、嫌がらせ以外の何者でもないわ。あのね、あなた自分のしたことを忘れたの？は？前のランチ会でママ友だけの集まりって私は伝えたはずなのに、家族総出で無理やり参加したのは誰？だってうちは未就学児が3人もいるのよ。双子ちゃんたちと3歳の息子くんだっけ。そうよ、子供たちを置いていくなんてできるわけないでしょ。それはわかるけど、旦那さんまでついてくるなんてみんな落ち着いて楽しめないじゃない。
子供たちを一人で見ながら食事なんてどう考えても無理ゲーよ。旦那がいないと私が落ち着かないわ。そんなの知らないわよ。いつもは未就学児3人に加えて小学生の息子に幼稚園児の娘、5人も子供を育てててゆっくりできないの。少しくらい気を使ってよ。そもそも最初から私は翔さんをランチ会に誘ったりしてないよね。もともと私をいじめるつもりだったの？人間のクズじゃん。そうじゃなくて、志保さんちは子供も多くてランチ会に行く余裕なんてないと思って気を使って声をかけなかったの。私だってママ友なんだからランチ会に参加する権利くらいあるでしょ。だから私も行きたいって意思を伝えたのに、誘わないなんて大人がするようなことじゃないわ。あのさ、私が主催してるランチ会のそもそもの目的をちゃんと志保さんは理解してる？みんなで楽しくご飯食べようって会でしょ。大人の時間を楽しむためよ。毎日子育てに家事に仕事に追われて、友達と交流したくてもなかなかできないママたちのためにそういう場を作って楽しもうって会なの。だから友達同士で楽しくおしゃべりしたいのに、志保さんの子供たちは大騒ぎだし、そもそも面識のない志保さんの旦那さんまでいたら落ち着いて会話ができないじゃない。気にしすぎだって。うちの旦那は空気だと思って。それだけじゃない、もっと最悪なことをあなたはしてるわ。え？お会計払ってないでしょ。それが何？悪いと思ってないわけ？家族5人で参加しといてお金も払わず店を出ていくなんてありえないわ。あの時は双子ちゃんが同時に泣いちゃってバタバタ店を出て行ったからお金を払う暇なんてなかったのよ。だったら旦那さんにお会計を頼んだり、後日私たちに支払うとかもできたはずよ。でもそういったことも一切なかったから、総合的に考えて次回は誘わないことに決めたの。あのレストラン食べ放題で1人2000円だったよね。子供は脳幹だからうちは4000円ポッチだったわけだし、その程度でこんな子供じみたことをするのはちょっと大人げないと思うんだけど。その4000円はママ友で割り勘をして払ったの。あなたにとってはそれっぽっちって思うかもだけど、私たちにとっては大事な大事なお金なのよ。ゆいさんって確か仕事は会社経営なんでしょ？他のママ友だって大手企業勤めだったり有名デザイナーだって人もいるよね。それがどうしたっていうのよ。数千円でガタガタ言ってたら経営者としての品位を下げるからやめた方がいいよ。他のママたちも仲間外れなんてダサい真似して恥ずかしくないのかな。何言っても無駄なようね。私の考えが理解できないならランチ会にはもう誘わないわ。最低。何を言われても私の気持ちは変わらないから。それじゃさようなら。志保さんとの会話にはどっと疲れました。有名私立の幼稚園なので比較的保護者も品が良くいい人たちばかりなのに、こんなクセ強ママがいたなんてびっくりです。今後は彼女との付き合い方を考えた方が良さそうだなと思っていたのですが、志保さんのヤバさはこれだけではなかったと思い知らされる出来事が起きてしまうのです。ある日のランチ会にて、今日は高級焼肉か。旦那も私も肉好きだから嬉しいわ。は？何言ってんの。りっちゃんママのインスタ見たよ。今月はりっちゃんママの誕生月だからみんなでお祝いも兼ねて高級焼肉ランチを堪能するんでしょ。インスタを見たのか。でもあなたは誘ってないわよね。うちも家族で参加させてもらいます。ダメよ、志保さんズーズーしいし、また自己中なことばかりしてせっかくの誕生日会を台無しにされたら困るわ。相変わらず口悪すぎ。それに今日は祝日だから子供たちはお休みでしょ。そうだよ、だから今日は家族総出で参加します。大所帯で来られたらもっと迷惑よ。インスタで見たけど子供たちも参加 OK なのよね。個室にキッズスペース完備されてて安心ってりっちゃんママが書いてたよ。ママの誕生日会に子供が不参加はかわいそうでしょ。でも大人の中に子供一人もどうかと思ったから、みんなの子供たちも参加してもらって、子供たちは子供たちで遊べるようにしただけよ。じゃあうちの子たちも参加させたらかなり賑やかな誕生日会になるね。だから志保さんは参加させません。今ネットで焼肉店のこと調べたら、
レビューも高いし、お肉も美味しそう。最高じゃん。こんな豪華なタダ飯食べれるとか、やばすぎ。人の話聞いてた。あと、さらっとタダ飯食べる宣言したのも、びっくりなんだけど。だって私も今月誕生日だもん。ついでに祝ってくれてもいいじゃん。初耳なんだけど。だから今伝えたじゃん。ってことで、私もタダでよろしく。りっちゃんママは、普段私たちをたくさん助けてくれたママ友でもあるの。だから誕生日会を開こうってことになったのに、なんでそこにあなたが便乗してくるのよ。ママ友が助けに？何それ、意味不明なんだけど。二人目を産んだばかりのママさんが、精神的に追い詰められてた時にすぐに気づいて、毎日連絡をしてくれたり、時には家事や買い物なんかも代わりにやってくれてたのよ。私も悩み事はりっちゃんママに聞いてもらったし、とてもいいアドバイスだってもらえて、本当に彼女には感謝することがいっぱいあるの。今回の誕生日会はそのお礼も兼ねてのことなのよ。だったら今後は私もゆいさんの悩みを聞いてあげる。これで私もゆいさんを助けたってことになるよね。それじゃ、私も高級焼肉おごってちょうだい。あなたみたいなずうずうしい人をお祝いするなんて絶対に嫌よ。もう店の前まで来てるんだよ。今さらダメとか言われても困るんだけど。勝手すぎる。参加させてくれないならお店の前で騒ぐから。お店に迷惑かけたくないなら私たち家族もただ焼肉食べさせなさいよね。最悪。そして予定の時間にお店に行くと、志保さんは宣言通り大家族を引き連れて店の前に立ちふさがっていたのです。無視してお店に入りたかったのですが、そのせいで店の前で騒がれても厄介。仕方なくお店の中に入れて誕生日会を邪魔されないようにと、別の個室に志保さん一家を案内しました。この時もお金は自分で払ってよねと伝えていたのですが、お店に入れたことで気を良くした志保さんはさらにこんな LINE を送ってきたのです。特上カルビ最高。旦那も子供たちも大喜びだわ。キッズスペースもあるから落ち着いて食べれるし、これでタダとかやばすぎ。いい加減にして。店の前で騒がれたら他の人の迷惑になるからあなたを入れてあげただけよ。おごるなんて一言も言ってないけど。は？私を騙したの？騙すも何も、最初からあなたを誘ってなんかないし、タダでいいと言ってないわよ。でも店に入れてくれたってことは、おごる意思があったとも取れるでしょ。ここまで来てやっぱりお金は払いませんは詐欺みたいなものじゃない。詐欺って、お金は自分で払ってねって私は伝えたはずなんだけど。聞いてません。何それ。うちらの分をおごるつもりがないなら、今からそっちの部屋に行ってりっちゃんママの誕生日会を台無しにしてやる。ちょっとやめてよ。今からサプライズで誕生日ケーキを持ってきてもらう予定なのに。あ、そのケーキうちがもらうわ。私も誕生月だしちょうどいいわね。やめて。なら焼肉代はあんたが払え。払わないなら誕生日会をぶっ潰すから。わかった。支払いの件はどうにかするから、誕生日会をめちゃくちゃにするのだけはやめて。子供だっているんだから。やっと理解してくれたのね。それじゃあこっちは後半戦を楽しむとするか。人の金で食う飯はうまいわ。さらに2時間後。そろそろお会計。まだ食べてたの？うちの旦那退職官だから、私も今持ってきたタッパーに肉詰めたりしていろいろやってたから時間かかっちゃった。タッパーって下品だ。別にいいじゃん、むしろ残す方が悪くない？あなたたちがいるのは高級焼肉店よ。持ち帰りも NG 行為なんだから、今すぐそんな真似やめなさい。うざ。だいたいこのまま何事もなく帰れるって本気で思ってるわけ？どういうこと？今回の件、警察に通報しました。はあ？あなたたち一家が食い散らかした代金は全部で30万って聞いてるわ。ちゃんと払ってくれるのであればこれ以上大ごとにはしないであげる。おごるって言ってたくせに話が違うじゃない。私はどうにかするとは言ったけど、おごってあげるなんて一言も言ってないわ。へりくつ言いやがって。今すぐあんたたちの個室に突撃して大暴れしてやる。残念だけど私たちはとっくに家に帰ってるわ。いつの間に？あと、あなたがしたことは脅迫にあたるわ。そして、そのまま支払いを逃れれば、食い逃げにだってなるんだけど。こうなったら逃げてやる。食い逃げって現行犯とかじゃないと、
捕まえるの無理って聞いたことあるし、うまく逃げればなんとかなるわ。それは無理よ。え？だってそこの焼肉店、私が経営しているお店だもの。マジ？ネットで私の名前を検索してみて。この焼肉店の情報もすぐ出てくるから。本当だ。お店のスタッフには料金未払いの場合は絶対にお店の外に出さないでって伝えてるわ。警察もお店に到着したらもう逃げ場はないわね。どうしよう。うちはクレジットカードとかペイペイはちゃんと対応してるから、現金の手持ちがなくてもどうにかなるわよ。クレカは止められてる？滞納したとか？そんなに使ってたつもりなかったんだけど、1ヶ月で50万も使っちゃって。それで支払いができなくなってってことか。うん。てかお金に関してそんなに考え方がひどいのに、よく今まで子供5人も抱えて生活ができてたわね。不思議だわ。今までは実家が助けてくれてて。え？そうなの？私実はお嬢様なんだよね。ほんと？サロン財閥って知ってる？あの有名な？うん。失礼だけど、志保さんの今までの言動を見て、いきなり財閥の娘だったなんて言われても全く信じられないんだけど。高校受験でお嬢様学校の受験に失敗しちゃって、そこから共学の底辺高校に通い出したんだけど、その時からグレ始めちゃってさ。それで今みたいな仕上がりに？まあそんな感じ。でもなんか納得できたかも。うちの幼稚園って有名な私立幼稚園で、お受験も厳しいって言われてるはずなのに、あなたたちみたいな人がいるのが不思議だったのよ。私家柄はいいからね。財閥の娘なら納得だわ。で、高校の時に今の旦那とも出会って、18歳の時に出来婚したの。親御さんは怒らなかったの？普通の家庭でも18歳で出来婚なんて、親ならびっくりすると思うけど。怒られたわよ。でもうち兄が3人いて、初めての女の子が私だったから、親は私に対して甘々だったから、なんとかなったというか。なるほどね。孫のことも可愛がってくれてたし、家族で路頭に迷ったら大変だからって、毎月数百万円くらい仕送りももらってたんだけど。だけど。旦那が仕事を辞めたことがバレて、仕送りを止められたのよ。え？旦那さん無職だったの？仕送りだけで生活できてたし、働かなくても問題ないと思ったのよ。そもそも朝から晩まで働いても、手取り20万とか割に合わない仕事だったし。だからって辞めるのは。20万円の収入がなくなっても、親からの仕送りがあれば生活はできたし、何も問題ないと思ったのよ。あのね、親からの仕送りばかり頼ってて、ある日突然それがなくなったらどうするつもりだったの？そんなこと考えてなかったもん。パパの仕事は今後も安泰そうだったし。私も会社経営をしているからわかるけど、どれだけ大きな会社でも安泰なんてないわ。ある日突然倒産に追い込まれることだって可能性はゼロではないんだから。それはそうだけど。仕送りをもらうことは否定しないけど、子供が5人もいるのなら、親からの援助がなくなった時のことも考えて、自分たちで稼げる力もつけておかなきゃダメでしょ。言っとくけど、子供たちのことを思ってのことなのよ。仕事がなければ子供と一緒にいれる時間も長くなるし、その方が子供にとってもいいと思ったの。別に怠けようとか考えてたわけじゃないから。でも結果仕送りはストップされて、今生活が苦しいのよね。そうだけど、旦那さんが仕事を辞めてなければ仕送りがなくなっても工夫次第でなんとかできたのにね。20万ぽっちで5人家族で生活できないって。もしかしてこんなことしたのもお金に困ってたから？少しでも食費を浮かせたくて。ゆいさんがこのお店を経営してたのは知らなかったけど、会社経営しているのは知ってたし、お金持ちなら頼っても罰は当たらないと思って。もう呆れるわ。今までお金に困ったことなかったし、どうしていいかわからなかったのよ。とにかくこのままじゃ拉致が開かないわね。知り合いのつてでサロン財閥の社長へは私から連絡しとくわ。パパに連絡するの？あなたお金ないのよね。なら身内に相談するしかないでしょ。ちょっと勘弁して。そんなことしたら今度は子供たちを取られちゃう。今さらそんなこと言ってる場合？パパと約束してたの。
仕送りを止めて1ヶ月子供たちに少しでも害のある状況になれば問答無用で子供たちを引き取るって。そんな約束しといてあなたは何やってんのよ。私も旦那も考えが甘かった。反省してるから許して。あ、サロン財閥の社長の電話番号教えてもらえたから今から連絡するわ。やめて。数分後、今から迎えに来てくれるそうよ。さっきこっちにも LINE 来た。私たち夫婦は明日から中国だって。また話のスケールがでかいわね。反省するまで中国の工場で働かせるって言われた。じゃあ子供たちはご両親が？うん。まああなたたちと一緒にいると今後もっととんでもないことに巻き込まれて大変な目に遭ってた可能性もゼロじゃないし、ある意味こうなったのは正解だったかもね。旦那も呆然としてる。てか中国語なんて話せないし。これだけ周りに迷惑かけたんだから当然でしょ。警察沙汰にもなってるわけだし。こんなことになるんだったらただでランチ会に参加しようとするんじゃなかった。今さら後悔しても遅いわよ。それじゃ中国でしっかり反省しなさい。次の日、志保さん夫婦は中国へと旅立ちました。ご両親の話ではランチ代に関しては立て替えたらしく、後日本人たちが働いた給料から返してもらうのだとか。志保さんと旦那さんは慣れない環境と通じない言語に四苦八苦しながら早く日本に帰れるように朝から晩まで必死に働いているのだそうです。子供たちはというと、ご両親が愛情を持って接している甲斐あって幼稚園で見かける様子ではいつも通り明るく元気にしています。迷惑ママ友の非常識行動にはびっくりしましたが、無事解決もしたのでよかったです。今日は遅くなるって言ってたっけ？ご飯冷めちゃった。あーごめん、早く帰るつもりだったんだけど、会社帰りに大学時代の友達とばったり会って今一緒に飲んでるんだ。そうなんだ。連絡すればよかったね。友達は俺が結婚したことも知らなかったからさ、今ちょうど苗の話で盛り上がってたんだ。そっか。もうしばらく帰れそうにないからご飯は明日にでも食べるよ。起きて待ってなくていいから。そんなに遅くなりそうなの？何しろ超久しぶりだからちょっとやばい。あまり飲みすぎないように気をつけて帰ってきてね。はいはい。その夜、夫は帰ってこなかった。ごめん、昨日はマジ飲みすぎた。今どこ？一応会社。友達の家に泊めてもらってそのまま出勤。さっき事務の人にお酒臭いってからかわれてしまった。お風呂は？入ったの？ああ、それは大丈夫。服はそのままだけどね。何時まで飲んでたの？よく覚えてない。気づいたら友達の家だったから笑った。大学時代のノリではしゃぎすぎた。でも確実に年は取ってるな。マジきつい。すごく心配したんだよ。ごめんごめん。起きてなくていいって言ったろ？今日は早く帰れそう？多分ね。それにしても昨日は楽しかった。あ、今度苗にも紹介するよ、その友達。きっと苗も気に入ると思うんだ。わかった。じゃあ仕事する、また後で。3日後。悪い、今日もちょっと遅くなりそう。また友達から連絡があって飲まないかってことになった。友達ってこの前の？そうそう、めっちゃおもろいやつ。女なんだけど全然男に興味がないんだよね。苗も今度いろいろと相談したらいいよ。見識が広いからためになるよ。女？私てっきり男かと。表面上は女ってだけ、中身は男。どういうこと？世間的には内緒にしてるけどレズってこと。俺にだけバラしてくれてる。どうしてヒロトだけに？さあ、俺は信用できるやつだからじゃない？あと友達が言うには俺は恋愛対象にならないから何でも言えるんだって。意味がわからない。案外そういう人って多いんだと思うぞ。ただ表だって言えないだけで。それはわかるけど、ヒロトにだけ秘密を言えるってことが理解できない。大学の時からお互いにいろんな話をして信頼が深くなったんだよ。
男女の仲を超えた友情っての？ヒロトにそんな友達がいたなんて今まで知らなかった。テレビにそういう人が出てきても何も言わなかったよね。俺口固いから。その割に今ベラベラと。ナエが心配しちゃいけないと思って。どの道これから友達と会うことが増えたら性別が女ってバレるだろうし、そうなると絶対誤解するだろう。心配は、うん。前もって言っておかなきゃまずいと思ったから言ってるだけ。友達もそうしてくれって。今どこにいるの？おう、さっきから一緒。話してみる？ビデオ電話にしようか？いい、別に。遠慮するなよ。もしよかったら今から家に行くけど、それなら安心だろ。来なくていい、大丈夫。あのさ、俺たちやましいことなんて何もないからな。安心してくれていいから。この前その人の家に泊まったの？だから男同士みたいなもんなんだから関係ないって。この前なんてぶっちゃけ一緒に風呂入ってそのまま寝たけどさ、色気も何も感じなくて二人で大笑いしたくらい。何それ、気持ち悪い。おい、男同士だとよくある話だし、マジでそういうんじゃないから。それくらい俺たちは達観してるって言いたいだけ。裸になっても全く大丈夫。やめて。変な想像する方がおかしい。ただただ俺とこいつは純粋に友達なだけ。私には理解できない。はいはい、見識が狭い人は困りましたね。とりあえず今日も遅くなるかもしれないけど起きてなくていいから。またその人の家に泊まるの？かもしれない。それだけはやめて。なんでナエが俺と友達の仲をごちゃごちゃ口出すのさ。私はヒロトの妻だから。でもナエと会う前から俺はこいつと友達なんだぜ。こっちとの縁の方が長いんだ。それにこいつは俺を信頼して他人に言えない話をたくさんしてくれる。俺以外には言えない深刻な話もあるみたいだし、たとえナエに何を言われても俺はこいつとの付き合いは切れない。もういい、寝る。そうだね、お子ちゃまはおねんねの時間かも。おとなしく俺を信じてお家で待ってるだけでいいんだよ。その後、夫から女性とのツーショット画像が送られてきた。とても綺麗な人で、それだけでは中身が男だとは思えなかった。友達と夫が会う日はどんどん増えていき、気がついたら毎日のようになっていた。そんなある日。ごめんごめん、今日も遅くなる。え？今日は早く帰ってきてって言ったでしょ？お客さんも来てるんだよ。誰か知らないけど、そっちはそっちで楽しくやってよ。俺は俺で楽しむから。そんなこと言わないで、ヒロトに会いたがってるよ。俺はいいって。お互いそれぞれの時間を楽しもうよ。そっか、残念。何？そんなに俺に紹介したい人だった？うん。まさか男じゃないよな？そのまさかだったら離婚一択。なんで？自分は女の人と会ってるくせに。俺は女と会ってるんじゃない、中身は男だからセーフ。こっちだってそうだよ、男の人だけど中身は女性だよ。そんなやついるわけないだろう。なんで？今ヒロトの目の前にそういう人がいるんじゃないの？こいつは別だ、昔からそうなんだから。私の友達も昔からそうだよ。男はそう言いながらも下心しかないんだから信用ならない。今すぐそいつを俺の家から追い払え。ヒロトも下心で友達に会ってるってこと？俺は違う、俺と友達は本当にやましいことはない。その友達の名前言ってもらっていい？え、なんで？言えないの？必要ある？京香さんでしょ？知ってんの？大学時代から中身が男性だったんだよね。だからなんだよ、そっちこそゲイの男を連れ込んでるんだろ？そいつの名前言えよ。そんな人いない。じゃあ誰がいるんだよ、今日誰を呼んでるんだよ。ヒロトのお姉さん。え、姉貴？最近ヒロトの帰りが遅いから相談に乗ってもらってたので、友達の画像をお姉さんに見てもらったら、大学時代ヒロトが夢中になってた女に似てるって言って、それで今日ヒロトと話をしたいって言うから来てもらってた。そこに姉貴がいるのか？私とヒロトのやりとりをずっと見てる。ずるいぞ、なんでそんなことするんだよ。ヒロト、大学時代にずっと京香さんのことが好きで
追いかけ回してたんだってね。当時は鼻にもかけてもらえなかったそうじゃない。それが今、あっちも年齢を重ねて落ち着いて、やっとヒロトのことを見てくれて、さぞ嬉しかったんでしょうね。バカ、なんでよりによって姉貴に相談してんだよ。私たちの結婚生活が続くかどうかの危機だから。なんでナエからそんなことを言うんだよ。ありえないだろう。ナエは俺のことが大好きで、俺に惚れまくってるはず。可愛さ余って憎さ100倍とはこういうことを言うんだね。私もついこの前までヒロトのことがここまで嫌いになるなんて思ってもなかった。俺を嫌い？京香さんに会ってほしくないって言っても無視されて、京香さんの家に泊まることをやめてほしいって言っても聞いてもらえなくて、せめて一緒にお風呂に入ったり一緒のベッドで寝るのをやめてほしいって言ってもダメで、まるで私の方が間違ってるみたいに言われて、そんなの繰り返してたらもうヒロトのことなんてどうでもよくなった。私は一刻も早く別れたい。俺は別れたくない。こっちはあくまでも遊び。あの頃憧れてた人との時間を過ごすのが楽しいだけで。その人は本当に中身が男なの？いや、それはどうなの？お姉さんも見てるよ。彼女がそう言えって。中身が男っていうことにしておけば、ナエも文句が言いにくいだろうし、今後も会いやすいからって。ナエは純粋で騙されやすいからいいかなって。俺もつい浮気してるんだよね。え？外見も中身も女の人と一緒にお風呂入って寝てるんだもんね。してるよね？はい。離婚一択。いやだ、そんなのダメだよ。ちょっとした遊びだったんだ。飽きたらナエの元に帰るつもりだった。そんなの聞いて嬉しいと思う？ヒロトも京香さんも最低だよ。いろんな人に対して失礼だし、私のこともバカにしすぎ。大っ嫌い。姉貴、見てるならどうにかしてくれ。俺、これからはちゃんとするから、ナエを説得して。お姉さんなんか最初からいないよ。え？その人の画像をお姉さんに送って、誰なのか聞いただけ。俺を騙したのか？私のことも騙してたでしょ。簡単に騙せると甘く見てたよね。ごめんなさい。許さない。ヒロトも相手も絶対に許さないから。私はしっかりヒロトと相手の女に慰謝料を請求した。奥さんは超年下で賢くないって聞いてたのにと相手の女が言った時、腹が立つどころか心の底から笑いがこみ上げてきた。さらに女は過去振った男が若い女と結婚して幸せそうなのが面白くなかった、不幸になればいいと思ったと自白。それを聞いた夫の絶望の表情が今でも忘れられない。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。浮気しました、ごめんなさい。は？何のドッキリ？本当よ、でもこれには深い深いわけがあるの。ちょっと待って、アイナが浮気なんて信じられないよ。妊娠中なのに浮気なんてできないだろ。浮気したのは妊娠前。あなたが仕事から帰ったら直接謝罪します。土下座でも何でもします。どうか許してください。本当なのか？うん。なんで自分からバラしたの？権力に屈しないと決めたの。何の話？実は1年前に旦那をクビにすると脅されて、無理やりあなたの上司に押し倒されたの。上司？誰だよ？佐藤さんって人よ。佐藤部長が？ないない、あの人がそんなことするなんてありえないって。あなたが今も会社員でいられるのは私のおかげなの。君が浮気してくれたおかげってこと？そんなことがあってたまるかよ。私はあなたを守るために抱かれたくもない人に、私だって辛かったのよ。だったらその時に相談してくれよ。相手が上司だろうと自分の妻を売る気なんかないぞ。後悔してるわ。でも怖くて相談できなかったのよ。あなたが無職になれば我が家は困窮するし、あなたの男としてのプライドが傷つく。それは避けたかった。そう思ってくれるのは嬉しいけど、やったことは許されることじゃない。分かってるわ、全部私が悪いのよね。その話が本当なら悪いのは上司だよ。でも正直信じられないんだ。いきなり家を訪ねてきて、ヘリクツ商事の佐藤ですって名乗ったの。営業で近くに寄ったから奥さんに挨拶をって。そんなことするかな。私はそういうものなのかと思った。だから家にあげてお茶を出したの。そしたらいきなり腕を掴まれて押し倒されて。もういい、知りたくない。
私だって抵抗したわ。そしたら脅されたのよ。僻地に飛ばすことだって、クビにすることだってできるって。それで私怖くなって。なんで一面も黙ってたのに今さら勇気になったんだよ。苦しかったの。秘密を抱えて生きていくなんて私にはできなかった。限界だったの。脅して無理やりってのが本当なら警察に行ってよかったんだぞ。私もそう思ったわ。でもそのタイミングでまた佐藤が家に来たのよ。一度じゃないのか。何度もやってきたわ。初めて来た日から3ヶ月後私の妊娠が分かった。まさか俺の子じゃないってことか。排卵日は把握してたからあなたの子で間違いない。でも妊娠後もあいつはやってきた。嘘だろ。ユウさんが怖かったわ。でも優しくするからといってやめてくれなかった。信じられない。本当にごめんなさい。こんな私嫌だよね。その話が本当なら俺は上司を生かしてはおけない。やめて。せっかく私が首を阻止したのに全てが水の泡になるわ。そんなことのために君が苦しんだとしたら俺は自分を許せないよ。私が間違ってた。ごめんなさい。佐藤部長は今海外に出張中で来週まで戻らない。戻ったら話をしてみる。あなたもしかしたらクビになるかも。クビになるのは部長の方だよ。こんなことが許されるわけないんだ。アキト、ごめん。俺はアキト、32歳の会社員です。妻のアイナとは3年前に結婚、念願の第一子がお腹にいますが、こんなことになってしまいました。この日俺が家に帰るとアイナは玄関で土下座をしていました。大きなお腹が圧迫されるからやめろと言ってもやめようとしませんでした。ごめんなさい。何度もそう言いながら涙を流していました。だんだん佐藤部長への怒りが抑えられなくなり、仕事も手につかない状態に。俺は我慢できず海外にいる部長へ LINE することに。すると部長から意外な返事が返ってきたのです。数日後。出張ご苦労様です。バナカ、お疲れ。時差ボケが治らなくて辛いよ。担当直入に聞きます。何かあったか。僕の妻に手を出しましたか。は？何言ってんだ。言うことを聞かなければ僕をクビにすると脅して妻とそういうことをしましたか。待ってくれよ。さっきから何の話なんだ。本当に意味がわからないんだが。妻がそう言ってるんです。佐藤部長に襲われたと。冗談じゃない。そんな根も葉もないことを言われても困るよ。じゃあ僕の妻が嘘をついてると。それは知らないが俺も嘘はついてない。何よりお前を裏切るようなことをするはずがない。営業で家の近くに来たからと僕の家に寄ったことは。営業中にそんなことするわけがないだろう。だいたい君の奥さんに会ったこともないし顔も知らないよ。部長、信じていいんですね。なんで俺の名前が出てくるんだよ。勘弁してくれよ。俺を新人の頃から育ててくれて相談にも乗ってくれた部長のこと疑ってすみません。お前は可愛い部下だぞ。そんな奴の奥さんに手を出したりするもんか。じゃあ妻が嘘をついてるということでしょうか。その可能性が高いが、なぜ俺の名前を出したか謎だな。僕が家でよく名前を出すからかもしれません。なんでいつかバレるようなこんな嘘をつくんだろうか。わかりません。こんなこと言いたくないが奥さんを調べた方がいい。え？何か秘密があるかも。そうでしょうか。もうすぐ生まれるんだろ。すっきりした気分で父親になりたいだろ。確かに。たく、俺を疑うなんてお前も大したやつだよ。すみませんでした。帰国したらビール一杯おごれよ。了解です。お忙しいところ失礼しました。構わないよ田中、頑張れ。ありがとうございます。数日後。出産予定日が近づいてきたな。初めてのお産で不安だわ。あなた立ち会ってくれるわよね。誰の子かわからないのに立ち会えるかよ。どういう意味。俺のために佐藤部長と寝たと言ったな。そうよ。佐藤部長はしっかりと否定したよ。きっと嘘ついてるのよ。そんな人じゃない。それに君が佐藤部長が来たと言っていた日は出張でいなかった。じゃああの人は誰なの。佐藤部長を語った誰かがお前を襲ったと言いたいのか。そうよ。それしか考えられない。嘘つけよ。あなたのために仕方なかったの。てめえなら上司を責めてよ。俺の上司8人もいないぞ。え、お前には8人の男がいるんだろ。何言ってるの。全部調べたんだよ。そんなことできるわけない。だいたい8人分調査しようなんて思ったらいくらかかるのよ。100万じゃ効かないわよ。そうだな。
探偵に頼む余裕は確かにないよ。そうでしょ、調べたなんて適当なこと言わないで。君のスマホを見た。は?1号から8号ってのが浮気相手だな。人に番号をつけるなんてどんな神経してんだよ。なんで勝手に見たのよ。どうやってロックを解除したの。寝てる間に指を借りて指紋認証で突破した。一度寝たら起きないからちょろかったわ。なんてことを。まさか毒利益を残したまんまだとはね。おかげで助かったけど。あれは違うの、友達と遊んでただけなの。ずいぶん凝った遊びだな。今流行ってるの。聞いたことねえよ。ねえ、もうすぐあなたの子が生まれるのよ。こんなことで言い争ってる場合じゃないと思わない。言い争ってる場合だよ。生まれてくる子は誰の子なんだ。確実にあなたの子よ、間違いない。私にはわかる。8人も男がいて確実なわけないだろ。女にはそういうのわかるの。よっぽど自信があるんだな。だったら DNA 鑑定できるよな。そういうのはやめましょう、母体に影響が。心配するな、血液検査だけでいける。たとえ生まれた後でも赤ちゃんに負担はない。でも疑われるのは気分が悪いわ。私たち夫婦の関係にヒビが入ってもいいの。とっくにヒビだらけだろ、8人と浮気してる時点で。だからそれは違うんだって。1号から順に連絡したよ、お前のふりしてな。そんな履歴残ってないわよ。スクショだけ取って全て削除したに決まってるだろ。そこまでするなんてひどい。みんな今も継続して関係があることを認めたぞ。それは。しかもお前が既婚だと知ってるな。そしてみんなが自分の子だと思ってる。それは。全員から養育費を取ろうとしてたんだよな。そのやりとりも履歴にしっかり残ってたぞ。いや、1人3万として月に24万か。そこら辺のバイトよりいいじゃん。もうあんたのせいで計画が台無しよ。せっかく楽な生活を送らせてあげようと思ったのに。あ、あんたの安月給じゃ生活が苦しいでしょ。私が楽させてあげるつもりだったの。誰が頼んだそんなこと。もう最悪よ、どうせ離婚するんでしょ。私は8人のうち誰かのところに行くわ。それは無理だな。なんでよ。全員にバラしたから。は、お前のやってきたこと、8人と浮気してたこと、子供の父親は不明なこと、全部バラした。なんてことを。住所も会社も聞き出せたし、あとは8人まとめて訴えるか。あ、お前入れて9人だな。冗談やめてよ、私妊婦よ、もうすぐ出産するのよ。どうやって慰謝料なんか払えっていうわけ。知らねえよ。もういいでしょ、十分怒ったよね。私も土下座までしたし、これで終わりにしよう。意味不明。てかさ、結局なんで自分で浮気をバラすようなことしたの。あのまま黙ってれば俺気づかなかったかもしれないのに。生まれてくる子があなたに似てなかった時になんて言い訳すればいいかわからないと思って。7号にいたって若い黒人だし。保身かよ、自分を被害者に仕立て上げたわけか。部長を加害者にしやがって、最低な女だな。でも絶対にあなたの子よ、生まれてくる可愛い子を一緒に育てよう。俺の子なら俺が育てる。私自信があるの、だから検査する。あっそう、じゃあとっととやってくれるかな。結果出るまで実家帰るから。わかった、すぐにやるわ。後日談。結果、俺の子ではありませんでした。浮気相手の8人全員の DNA 鑑定をして父親探しをしたそうですが、どれも違ったそうです。実は9人目がいたことが判明。その人は半年前に他界したそうで、養育費を請求することは叶わなくなりました。弁護士に相談して嫡出否認の手続きをしたので、法的にも僕の子供ではありません。何の援助もなく一人で寂しく子育てをしていくなんて哀れな女です。せめて子供には愛情を注いでほしい、そう願ってやみません。僕は帰国した佐藤部長にやけ酒に付き合ってもらいました。お詫びのはずが愚痴を聞いてもらい、おごるはずがしっかりご馳走になってしまいました。一瞬でも疑ったことを本当に申し訳なく思っています。これからは仕事モードに切り替えてバリバリ働きます。私余命半年らしいの。え、具合悪くて病院行ったでしょ。まさかの結果で驚いた、もう立ち直れない。そんな悪かったのか。そうみたい。でも私は大丈夫よ。強がるなよ。残り少ない人生と分かれば、あとは余生を楽しむしかないっしょ。そんな風に切り替えられるものなのか。スーパーポジティブな私だよ、余命すら楽しんじゃえってね。その診断結果は間違いないのか。セカンドオピニオンとか受けた方がいいんじゃないの。
セカンドオニオンって何よ。どうして玉ねぎの話になるわけ。セカンドオピニオンだよ。違う医者に見てもらうんだ。同じ結果になるかどうか。そんなことしなくていい。私はもう吹っ切れてるの。俺が吹っ切れないよ。半年後に妻を失うなんて。落ち込むことはないわ。天国に行っても私はあなたを見守ってるから。そんなこと言うなよ。ところで何の病気だったの。ガンとか。なんかね、難しい名前で覚えられなかった。メモくらいしてこいよ。俺だっていろいろ調べたいし。いいのいいの、今さら調べたところで治らないんだから。そんなのわからないだろ。やれることはやろうよ。あなたも残り半年、私の姿を目に焼き付けておいてね。そんなにあっさり諦められるものなのかよ。うん、もう完全に諦めた。何かしたいことはないのか。そうね、最後に贅沢させてほしいかな。贅沢？だって死んだらお金は使えないのよ。今のうちに使っておきたいじゃない。具体的に何がしたい。一緒に旅行でも行く。できればほっといてほしい。え？今までなかなか会えなかった人やお世話になった人たちに会いに行きたいの。だから家を開けることが多くなると思うわ。そうか、最後のご挨拶か。遠方にも行かなくちゃだし、そのためにはお金がいるのよね。わかった、できる限り協力するよ。手始めに1000万いいかな。そんなに。私がいなくなったら保険金が入るでしょ。だから今1000万ちょうだい。そんなに貯蓄はないよ。500万くらいしか。じゃあ残りの500万はどっかで借りてきて。死んだら返すから。借金までしてお金使わないといけないのか。当たり前じゃん。まさか私に残り半年おとなしく過ごせって言ってるの。ありえないんだけど。そうじゃないけどさ。思う存分遊んでおいでっていうのが余命半年の妻を抱えた夫が言うべきセリフじゃないの。言ってあげたいけど、そんな大金使うなんて縁起でもないけど、君の葬式だって費用はかかるわけだし。ああ、そういうのいらない。庭にでも埋めてくれたらいいから。そんなことできるかよ。じゃあ葬式しないってことで、その分もプラスしてあと200万よろしく。1200万、そんなに用意できないって。半年後に保険金が1000万入るのよ。何の問題があるの。もし治療の効果が出て余命が伸びたり完治したら、その可能性がないとも言い切れないぞ。それは大丈夫、治療なんかしないから。なんで。私の人生は33歳で急ぎよく幕を閉じるの。延命なんかしない。なんか余命半年を楽しみすぎじゃないか。今の私に怖いものなんかないの。あなたも余命告げられたらわかるわよ。俺はそんなに明るく振る舞える自信はないよ。さーて、余生を楽しむぞ。僕は五木、34歳の会社員です。妻のともみと結婚して4年目。子供には恵まれていません。ともみは交友関係が広く、よく出歩くタイプです。妻が楽しいならと特に何も言わずにここまで来ました。余命半年と言われショックを受ける僕とは正反対に、余命を楽しんでいる様子さえ見受けられる妻の態度に僕は驚きを隠せませんでした。でも言っていることは一理あるので、できる限り応援はしてあげたいのですが、さすがに1200万はちょっと。ともみは宣言通りその日からほとんど家に帰ってこなくなりました。余命半年の人ってこんなに元気なものだろうか。そんな疑問が僕にあることを気づかせてくれたのです。1ヶ月後。残りの700万まだ。何の残り。余命資金だよ。なんだよそれ。家の貯金の500万全部使っちゃったの。は？いつの間に。通帳と印鑑同じところに置いてあるんだもん。使えってことだよね。それは君を信頼してるからで。マジかよ。友達と余命パーティー開いたり、親や親戚と余命旅行行ったりしてあっという間だったわよ。その余命ってつけるの何なの。なんで。いいじゃん、余命を楽しむって感じするじゃん。具合は悪くないのか。薬とか飲まなくていいの。余命パワーで乗り切るから平気だよ。どこの病院行ってんだっけ。スカット総合病院。そうか。余計なことしないでよ、個人情報なんとかで。今は本人以外には何も教えてもらえないんだから。わかってるよ。そんなことよりお金を早く用意して、次の余命イベントが目白押しなのよ。急に言われても無理だよ。じゃああなたのカードでしばらく遊ぶからよろしく。やめてくれ、多額の請求が来ても貯金使い果たしたなら払えない。あと5ヶ月の我慢よ。そうすれば保険金が入るんだから。しっかり5ヶ月なんて言い切れないだろ。遊ぶなとは言わないからほどほどにしてくれ。こんな不完全燃焼な遊び方じゃ成仏できないわよ。ともみ頼むよ。今日は余命ナイトプールなの。じゃ行ってくるね。数日後。カードの限度額使い切っちゃった。他のカードない。いい加減にしてくれ。
何よその言い方、余命宣告された私によくもそんなことが言えるわね。クラミジアで余命宣告は何が余命宣告だよ、ただの性病じゃねえか。何のことかな。家に婦人科の領収書と薬の説明書があったんだよ。あーそれは違うの。何が違うか言ってみろ。お母さんのやつ。もっとマシな嘘をつけよ。じゃああなたからもらったのね。なんで浮気もしない俺が病気を家に持ち込むんだよ。それにお前とは1年以上してないからな。じゃあなんだろう、ストレスかな。ストレスじゃクラミジアは発症しねえよ。不思議ね、感染経路がわからないってことがあるのね。浮気相手からもらってきたんだろ。え、何言ってるの、浮気なんかしてないけど。余命半年と嘘ついて浮気相手と遊びまくってたな。何を根拠にそんなこと言うわけ、証拠を出しなさいよ。証拠なら山ほどあるけど。どういうこと。探偵つけさせてもらった。は、何が友達や家族と過ごしたいだよ、毎日同じ男といたじゃないか。探偵つけるなんて最低、私を疑ってたの。家のパソコンの検索履歴にクラミジアはあったけど他の病気は一切なかったよ。そこら辺でおかしいなとは思ってたんだ。最初から信じてなかったってこと。安心半疑だった。もし余命の件が本当なら疑えば傷つくだろうと思って何も言わなかっただけだ。本当よ、嘘じゃない。じゃあ病院で話を聞いてくる。お前の同意があれば医師から説明してもらえるからな。もう今更説明なんかしても意味ないじゃない。本当なら何も問題ないだろう。これを断ればますます怪しいけどな。ああもういいわよ、全部嘘でした。これでいい。やっと吐いたか。なんでバレちゃうのよ。半年後生きてる時になんで言い訳するつもりだったんだよ。病気が治ったとか奇跡が起こったとか何とでも言えるでしょ。なんでこんなことしたんだ。人生で一度くらい合流してみたかったのよ。なんでそれが今なんだよ。ちょうどそういうドラマを見たの、余命半年のなんとかってやつ。単純なやつ。長く生きられないといえば同情してもらえると思った。別にいいじゃん、少なくとも半分は信じたんだし。これが嘘だったなら話は変わってくるぞ。しかも浮気までしてたんだ。私が今後も生きられるって知ってどう思った。嬉しいでしょ。だったら浮気の一つや二つどうだっていいじゃない。何言ってんの。私を失わなくて済むのよ、嬉しいでしょ。失うっていうか捨てるつもりだけど。はい。なんでこれだけ嘘ついて未だに無条件で愛されるって思えるわけ。私のこと好きでしょ、だから500万だってくれたんでしょ。あげた覚えなんかないけどね。勝手にお前が使ったんだろ。貯金もカードも勝手に使った分しっかりと請求させてもらうからな。ちょっと待ってよ、そんなのずるい。あと浮気したら慰謝料請求できるんだってよ。相手の男の素性も分かったし二人に請求させてもらうわ。やめてよ。俺も行ったことないような高い店ばかり行きやがって。あなたと行くための下見だったのよ。嘘つけ。離婚なんかやめましょう。時間が経てばきっと忘れられる日が来るわ。どの立場でそんなこと言えるの。あなたは自分の妻を半年後に失うかもしれないという貴重な体験ができたのよ。これってすごいことよ。そんな経験いらないし。浮気とは言っても完全に遊びだったの。あの人無職でお金ないし、病気は移されるし、もう縁を切るわ。勝手に切れば俺には関係ないから。じゃあ死んでお詫びするわ。そうしてくれる。そしたら保険金で。こないだから保険金ってずっと言ってるけど、それ解約されてるよな。あ、そうだった。解約すればいくらか戻ってくるからしちゃったんだった。忘れてたわ。ってことは死んでお詫びは無理そうだな。頑張って働いて金払ってくれ。私仕事はちょっと。今まで遊んで暮らしてたからな。でも今後はご両親監視のもとしっかり働いて慰謝料と使い込んだ貯金を返すんだ。両親監視のもとって何。ああ、浮気の件を報告したら随分とお怒りになってね。命を利用してお金を巻き上げることもかなり怒ってた。なんで言っちゃったの。すぐに一人に行くって言ってたけど、お前今どこいんの。あ、男のところか。すぐ帰る。親が来る前にもう一度話し合いたい、謝罪もしたい。謝罪とかいらないんで、お金で示してくれ。そんなこと言わないで。実家だけは嫌よ、祖母が厳しいの。この時代に市内で追いかけ回してくるんだから。市内で締め上げてもらうといい。お願いよ、離婚しないで。後日だ。ご両親によって実家に連れ戻されたともみから後日離婚届が届きました。貯金全額とカード使用分も全額返済するとの誓約書が届き、慰謝料200万が振り込まれました。ご両親に借りたのでしょう。ともみはおばあちゃんからの
愛の無知を何度も受けたと聞きました。本当に心の底から反省してほしいと思います。僕は僕で独身ライフを満喫しています。最近は美味しいお店を探すのにハマってて、いつか共通の趣味を持てる女性が現れるといいなと思ってます。